ラマーハントトロフィー AFC チャンピオンシップゲームは NFL の2つのカンファレンスの1つであるアメリカンフットボールカンファレンスの優勝決定戦である例年1月の日曜日に開催されており優勝チームには1984年からラマーハントトロフィーが贈られる優勝チームはスーパーボウルの出場権を得てナショナルフットボールカンファレンスの優勝チームと 激突する。アメリカ国内では極めて注目度の高い試合であり、スーパーボウルに次ぐ年間最高視聴率という座を NFC チャンピオンシップゲームと近年争っている。AFL と NFL の統合があった1970、1971年シーズンから始まった。AFC には AFL に所属した10チームと NFL のボルチモアコルツ、クリーブランドブラウンズ、 ピッツバーグスティーラーズの3チームで構成された。その後 AFC には、エクスパンションチームとして、タンパベイバッカニアーズ、シアトルシーホークス、ジャクソンビルジャガーズ、ボルチモア・レイブンズ、ヒューストン・テキサンズが所属することとなったが2019年シーズン終了時点で、ヒューストン・テキサンズのみ、出場経験がない。レギュラーシーズンが終了した後、2020年からは、 地区優勝した4チームとそれに次ぐ成績のワイルドカードで出場する3チーム、合計7チームで、プレイオフが争われる。1975年シーズンのプレイオフから、シード制が導入されており、AFC で最高成績を収めたチームには、プレイオフで、ホームフィールドアドバンテージが与えられる。ワイルドカードチームは、ワイルドカードチーム同士の対戦でなければ、 ホームチームとなることはない。ありがとうございます。